どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあ本日はガズメロやっていきたいと思います。このガズメロっていうのは一体何かというとですね、世界中にあるもう名曲たちの主旋律のメロディーをこのウクレレを使って歌う、弾く、歌う、歌ってもらう、ウクレレに歌わせる、歌う、みたいな、そんなメロディーを弾いていこうぜという、そんなね、プロジェクトになっております。はい。今日取り上げる課題曲、今歌いたい曲、こちら、ドン。ユーミンの春よ、来い。この曲。もうガズメロ、歌うのももちろん最高ですけれども、このメロディーをこう奏でていくっていうのも、これも最高でございます。はい。じっくり取り組んでいきましょうと。さあ、いつものように流れを解説していこうと思うんですけれども、このね、ガズメロではですね、このタブフっていうのを使いまして、進めていくんですね。で、これ、こんな風にタブフっていうのはあるんですけど、これの見方、さあと言いますと、一番上の弦が1弦、2弦、3弦みたいになっておりますと。これ、淡き光立つっていう、あと主旋律のね、A メロのメロディーなんですけど、これをちょっと表現しているんですけど、最初これ、2弦の5フレットです。次1弦の7フレット、1弦の5フレット、ダダダダダみたいな感じでこうやって読んでいくんですよ。1弦は上ので、上の線は1弦、数字はフレットの数です。これを分析して読み解いてメロディーを弾いていくということになります。はい。これをですね、皆さん覚えていただいて、このタブフを見てるだけですぐ弾けるってことはまあ難しいんで、まあ覚える、ここで覚えるしかないですね。これをじっくり、取り組んでいただき、その後皆さん覚えてもらったら本番です。マイナスワンといって、ガズが皆さんの伴奏をしますから。伴奏します。はい。そんな感じの、システムで、進めていこうと思うんですけど、このメロディー弾くときの、ちょっとポイントとか、いろいろこの後解説していきます。はい。本日は、G ソリッド、はい。GJ モデルですね、こちらは。G ボックス、このアンプを使って、このメロディーのパートは弾いていこうと思います。今日はね、4弦が登場しない、メロディーになってますから、皆さんはもちろん、普通のウクレレでももちろん奏でることができますよ。で、みんなのね、伴奏するとき、マイナスワンではですね、この画像モデル、このいつも使ってるこれを、このウクレレをこの G ボックス、ウクレレ専用アンプに通して伴奏していく。このね、アンプはですね、このエレキウクレレもいいし、こっちのね、アコースティック普通のウクレレでもね、すごいナイスな音を奏でてくれる、広がりがすごいね、いいアンプ G ボックスなんですね。これも概要欄に細かい詳細貼っておくんで、これもチェックしてもらいたいんですけど、そんな感じの流れでやっていこうと思います。いつも使っているこの G ラボのウクレレと、この G ソリッドのエレキアンプと、エレキギターと、この G ボックス、ただいま大好評予約販売期間真っ最中でございますからですね、ぜひ皆さんチェックしておいてください。概要欄に、そのページを貼っとくんですけど、今 G ラボ祭りということで、すごいいいキャンペーンやってます。そこに詳しく書いてあるんで、ぜひ見てみてください。ということで、この機材を使って、スタートしていこうというふうに思います。はい、そしてですね、このガズレレ YouTube チャンネルは本来ですと音楽経験ゼロの方、私音楽無理という方がすぐできますよという引き弾き語りに特化したですね、簡単ウクレレ YouTube チャンネルになってるんですよ。今日はちょっとガズメロという別の企画ですけど、こっちも面白いですけど、まずやったことない方、弾き語りやってみてください。概要欄にガズレレで始めるウクレレの始め方の URL 載っけとくんで、そこで動画でもすぐできるようになってますからね、ぜひそこからスタートしてもらってやってもらいたいんですけど、これも結局、この弾き語りの概念というか、伴奏は弾き語りのコードを使ってますから、今日もちょっとさっき言わせましたけど、皆さんの伴奏をするときのそのマイナスワンのときではですね、こっちのガズモデルのウクレレを使って、この動画、はい、弾き語りのガズレレレッスン動画、これ絶対見てね。これめちゃくちゃいい動画になってますから。はい。この伴奏を、しますからね。この伴奏もできるようになっておいた方がいいでしょう。はい。弾き語りも楽しんでもらって、このメロディー弾きも一緒にやって、交互にね、メロディー弾いたり歌ったり、こんな風な、あっちからこっちから音楽を楽しむのがいいんじゃないかなというふうに思います。はい。それではですね、まず早速やっていこうと思うんですけど、ちょっとこの本をご注目ください。はい。GGD。はい。これガズがいいこと言ってるエッセイ本です。主婦の友社から4月の26日に出版される本なんですけれども、ただいま大予約を受け付けさせていただいております。音楽をやる上で大切なこうことがね、たくさん詰まっためちゃくちゃいい本になってます。ぜひ概要欄で予約お願いいたします。さあ早速始めていきましょう。まずはガズによるマイナスワンで主旋律のメロディー弾いていきます。タブ譜を出しておきますんで、ガズがどんな指でどんな感じで弾いてるか、ここからじっくり見てもらってニュアンスを感じ取っていただきたいなというふうに思います。春よ来い、ガズメロバージョンでやってみる。1,2,3,4
やってみました。ガズメロバージョンで春よ来い。いやー、これめちゃくちゃいいですね。この切ないメロディーがたまりません。で、イントロのところとか。これめちゃくちゃ良くないですか。この伴奏のコードとこう追っかけるようにしてくる、この感じたまりません。はい。で、今あのテロップ出てたでしょ。あのテロップっていうかそのタブーが出てたでしょ。あれを見ながら同時に弾くっていうのはさっきも言ったけど、まあ無理なんで覚えてくださいよ。何回も何回も見て、でこの後あの今出ていたタブーをちょっと画面上に大きく、シェアしていこうとは思うんですけど、まず今の何回も見てですね、あこういう感じなのね、こういうニュアンスでやるんだなみたいな感じでちょっと見てもらうといいと思うんですけど、今回ですね一曲の中でこのメロディー弾きでも、あの、強く弾くところとか、ちょっと抑えめのところとか、この抑揚も結構つけたな、というふうに、ちょっと思いますんでね。ちょっと今、ガズさんもかなり感情が入って気持ちよかったな、というふうに思うんですけど、まずは今言ったように、楽譜をちょっと見ていきましょう。これね、今の春よ来いのこのタブ譜なんですけど、このガズのノートのこんな風に書いてるんですね。これあの、今からちょっとこうやって写そうと思うんですけど、これね、ガズクラブで皆さん楽譜ダウンロードできるようにしておきます。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しました。今日取り上げた春よ来いの、タブ譜を含むガズが今まであのガズメロで取り上げてきたあのこのメロディー弾きのタブ譜はやっぱ結構いっぱいあります。それプラス弾き語りのもう1000曲は軽くありますからね、の手書き楽譜が毎月5曲お手元にダウンロードしていただけるというね、すごい画期的なすごいいいサービスになってるんですけど、そこでもねダウンロードできるようにしとくんで、まあ見てもらいたいんですけど、これねガズクラブはね楽譜のダウンロード以外にも毎月2回大セッション大会ガズ音が行われていたり、皆さんの演奏動画をアップロードしていただけるね、Facebook の非公開ページがあって、そこでみんなでワイワイアップロードしたりとかね、いろいろ楽しんでおります。はい。そしてあとちょっと違うんですけど、このガズレレ大学っていうのもちょっとね、皆さんチェックしてほしいです。こっちは YouTube メンバーシッププログラムで毎週2回のライブ配信によるめちゃくちゃ濃厚な講義です。大学ですからちょっとレベル高いですよ。16ビートとかカッティングを練習してるぐらいの人が入ってくってきてると、めちゃくちゃ面白いことになってます。はい。こっちもぜひよろしくお願いします。あと7時半から毎朝、ラジオ配信してます。ガズラジです。スタンド FM という、ラジオアプリと、ガズラジという別の YouTube チャンネルで、365日毎朝公開してます。めちゃくちゃいい話してますから、こっちもチェックしてみてください。今言ったこの3つのこと、概要欄にまとめて貼ってありますんで、興味ある方チェックしてみてください。さあ、それでは、このタブ譜の楽譜を見ていきましょう。はい。まあ、映ってるのそのままなんですけど、まあ、ちょっと映していこうと思います。これイントロですね。ダレンダン、ダレンダン。ここちょっと特徴的なんで、これ後でこの後解説しますけど、一応こんな感じでメモってください。かける2ですね。で、こっから、淡き光立つので、これ A メロです。はい。なかなかですね、いいですよ、これは。じっくり取り組んでもらえば。一時停止して、これ、お時間ある方書いてください。ガズクラブの方、これ、ダウンロードしてくださいね。ぜひ、ガズクラブ入っていただくのもすごくいいと思いますよ。はい、一時停止で帰っていってください。ここ B メロですね。はい。それは、ねねねねねねのとこですね。で、ここサビです。結構曲はシンプルですね。なんでメロディーはシンプルなんですけど、このやっぱりね、タイミングタタタと早く弾くところとかちょっと難しいかもしれませんと。で、ちょっと構成的なことなんですけど、この後、見てもらうと、ここに、はい、イントロにまた戻りますと、感想を入れて、もう一回サビに行きますと。で、サビに行くんですけど、サビ、2回目のサビやったら、ここ、ねれれ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 れ、ここちょっとプラスして、ここと同じフレーズですけど、3回繰り返して、また最後、サビに、戻っていって、イントロの、ところをやって終わる。というような、構成になっております。まあ、一時停止で、書いていてください。今のね、演奏中のところにもテロップ出てますから、まあ一緒ですけどね。はい。ぜひガズクラブもご活用くださいということでございます。さあ、今日のちょっと、ワンポイントレッスンどんどん入っていくんですけど、まずイントロの印象的なフレーズ。これ、裏拍で入るところで、しかもこのガズメロでは単音弾きなんですけど、ここは伴奏的要素が強いんで、ちょっとこんな感じです。ワン、ツー、スリー、フォー、うん、うん、うん、タンタンタン、タルンタン、うん、タルンタン、うん、タルンタン、3200。こんな感じで、ちょっとここは響かせます。響かせるとはどういうことかというと、わかる？音が重なってていいんですよ、これ。1弦の0、2弦の3、もう一回1弦の0ですよ、これ。音がこう重なってるでしょ？これ、はい。この前奏に関してはいいです。でもメロディーのところは、これ重ならないように。ですけど、ここ重なっちゃダメよ。で、こう、ならないように一個ずつ。
で弾いていきたいということでございます。はい、このイントロとか感想とかエンディングで出てくるこのフレーズがめちゃくちゃ印象的なんですよね。裏から始まる、これ覚えておいてください。うんたれんだんうんたれんだんうんたれんだん、はい、このタイミングが、ポイントになってます。でメロディーが始まるんですけど、なな光り立つ、結構早いですよ。テンポはゆっくりだけど、あわき光り立つにわかあめ、こんな感じですね。でだてて、ちょっと忙しいけど、まあ指一本でもギリギリいける速さだと思いますが、まあ、カズさんはよくね人差し指と AV を使ってみたいな感じで、やってるんですけど、まあできれば人差し指と親指でこういろいろこう自由自在にこうやって弾けるとすごく便利なこと多いんですけど、まずは指一本でもいいと思います。まずはこのメロディーを普通に、覚えちゃって弾く、ここをまず第一目標にやっていってください。でそこから他のとこも今のところ、この弦が飛ぶからね、2弦から1弦に、1弦から2弦にみたいな飛ぶんで、ここら辺がやっぱ右手でね、親指と人差し指を使えるとすごい便利なところなんですけど、まあ人差し指でもさっき言ったようにギリギリできる速さかなというふうに思います。で、サビで、ここの1弦の10フレットに今日一番高い音なんですよ。これがね、気持ちがいい。ここは狙ってください。外れないように気をつけて。この5フレットのところにね、これがちょっと今日一番難しいかもしれない。はい。てな感じでこう流れていくとかいいと思います。そして1回目のサビが終わって、もう1回イントロと同じ、テレンテンテレンテンってやった後に戻る、サビなんですけど、ここはちょっと抑えめに弾く。ここがポイントです。ちょっとこう抑揚をつける。メロディーにも抑揚をつける。この辺のところですね。あんまりこう力いっぱい弾くっていうよりは、押さえて押さえて、最後の最後のサビでドーンといけるように、こう抑揚をつけて、強弱をつけていくっていうのが、素晴らしいかなと思うわけでございます。こんな感じで、進めていくといいんじゃないかなというふうに思います。何回も言いますけど、このタブ譜を見ただけですぐ弾けるっていうもんじゃないですから、やっぱ覚えていくっていうことが肝心になると思いますけど、ちょっとこの後、2つ言っていきますけど、今日はやっぱり、このエリアですね。最初、イントロはこの辺のエリアでしょ？レレンレ、この0フレットが3フレットのエリア、イントロとか感想は、そして A メロとか B メロはこの5フレットから7フレットエリアなんです。でサビで10フレットが出てくるっていうだけなんですけど、あともだいたいこの辺のエリアですね。だから今日は0フレット3フレットエリア、5フレット、5、6、7、8フレットエリアぐらいがメインで、サビで10フレットがちょいちょい飛び出してくる。こんな風にイメージしておくと、この位置の関係で、かなりいいスムースにいくんじゃないかなというふうに思います。そして今もちろん気づいていただいたと思うんですけど、このビブラート、こういう細かい技がいっぱい入ってたんです、実は。はい、この動画がめっちゃ参考になります。ビブラートとハンマリングオン、プリングオフとスライドという技をめちゃくちゃ解説している動画なんですけど、これはですね、ぜひ皆さんマスターして、このフィーリングたっぷりの感情豊かに弾くメロディーではこの技が欠かせないんですけど、今も何気にねいっぱい散りばめられているんですよ。でこれはちょっとね難しいんですけど、ちょっとねやっぱガズさんもデモ演奏ということで、まあ最終的にはこういうねニュアンス出せるのがみんないいんじゃないかなと言って、ちょっとねちょいちょい入れてるんですけど、まずは普通のメロディーでいいですからね。こうやって練習してください。で慣れてきたら、ビブラートをかけたりとか、このこういうのもちょいちょいやる。これハンマリングオンって言うんですね。いろいろどっかそれをね、ここで入れなさいとか、ここでビブラートかけなさいっていうんじゃなくて、自分の感性で入れたい時に入れる、こんな風になるのがいいと思うんですけど、まずはねなんかその演奏を聞いて掴むっていうのは大事だと思うんですけど、とにかくこの動画ってすごいのはこれから役に立つと思いますね。概要欄にもちろん貼っときますけど、ビブラートとか、こういうのもちょっと取り入れて、自分だけのこの感情豊かな演奏ができるように、練習していくとかいいと思います。このビブラートとかね、ビブラート、あとこの溜めるのもいいかもしれないですみたいな感じで、そういうのもこのなんつうのアドリブというかですね、このニュアンスを込める、楽しいところでございます。はい、まあまあこれすぐにはできるようなものじゃないんで、じっくり時間はやっぱり かかると思うんですけど、やっぱりこの感情がどれだけ乗るか乗せられるかっていうのがキーポイントになる。何回もトライして、何回もやって覚えていく、
はい。覚えるのがまず大事。今のガズさんの演奏も全然楽譜何も見てないですからね。もう覚えてます。ここの景色で覚えてます。10フレットからこう。大体この5フレットから8フレットのところでもうあれ、今回のこの曲はなってるんで、そのイメージを持つとすごくいいと思います。ということで、じゃあ皆さん本番がやってまいります。マイナス1です。はい、マイナス1はこの G、ガズレレのこの G ラボのガズモデル、を使ってこの G ボックスのアンプで繋げていこうというふうに思います。今セッティングします。さあ、セッティング完了しました。こんな音になってます。このね、アンプはね、コーラスっていうエフェクターっていうのが内蔵されて、すごい広がりがあるんです。はい。この音で皆さんの伴奏をしていこうかなというふうに思うわけでございますけれど。まあ、落ち着いてですね、ゆっくり、ガズのこの動画、映しておきますんでね、ガズの体の動きを見てリズムと一緒にこう、呼吸を合わせるように、やっぱ一緒にセッションしてるわけですから、はい。このガズさんの伴奏に合わせてですね、トライしてみてください。さあ、それでは、マイナスワン、春よ来い、皆さん、Let's try! やってみる !1、2、3、GO! Thank you.
やってみました。春よ来い、マイナスワン。皆さんいかがだったでしょうか。まあ最初からこれね、気持ちよくできるっていうのは、やっぱりこの曲、そういう意味ではちょっとね、感情豊かに弾くまでにはかなりやっぱりハードルは高いと思うんですけど、それでも何回も何回もトライしていく。まだ今、今日は2月の後半ですから、まだね、あと1ヶ月、2ヶ月、この曲楽しめるんじゃないかなというふうに思うんですけど、じっくり時間かけて、取り組んでいってください。なおですね、このガズメロ、かなり今曲数も増えてますから、概要欄にガズメロのね、他の曲のソングリスト、いろんな曲やってます。メロディー弾き面白いでしょ。タブーが分かるとね、いろいろセッションもできるし面白いんで、ぜひ見てもください。概要欄にね、そのソングリスト貼っときます。はい、そして今言ったように、前奏はメロディーで弾いて、歌うとか、やっぱ一人だとなかなかこれは難しいんで、一人でもしやる方は今やったガズのマイナスワンの演奏をご活用いただいて、一人やったらあちこち演奏していただいても全然もう OK だと思いますし、あとやっぱり仲間とね、一緒に交互にコード弾いて、メロディーを弾いて、で、今度二人で一緒に歌ったりハモったりして、そういうどん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 アンサンブルで音楽の輪が広がっていく、こういうのもですね、すごく素敵なんだと思うんですよね。自分で歌うのもいいけど、このウクレレに歌ってもらう、歌わせる、これもまた最高な価値観だというふうに思います。同じ曲を自分で歌うのと伴奏するのとメロディー弾くって、これも全然なんかね、世界観がね違って見えるんで、そこを楽しんでくださいませ。さあ、そんな感じで、今日のガズメロのレッスンは終わりになります。はい、重ね重ねですけど、いつも使ってるこの G ラボのウクレレとかアンプとか G ソリッド、ただいま大好評予約期間受付中ですからね、G ラボ祭りという3ヶ月連続企画の真っ最中でございます。ただいまブラックビューティーモデルウクレレとわがままウクレレ 10% オフになってますから、ちょっとね、ぜひ概要欄に詳細貼っておくのでチェックしてみてください。そして重ね重ね、この本ガズの SM 予約お願いします。 GGD 主婦の友社から4月26日発売です。めちゃくちゃ、こっち学部の本じゃないですからね、いいこと言ってる本になってます。よろしくお願いします。それでは皆さん、ごきげんよう。さよなら。